皆さんこんにちは。以前こちらのチャンネルではリスナーの皆様に大年生登場する沢村世代のキャラの中で最強オーダーを決めていただくため、まず初手にベスト9の投票で決めていただきました。ということで今回の動画は、この動画でリスナーに投票してもらったベスト9を発表していきます。なおベスト9発表後、リスナーにはもう一度ベスト9の中から投票でオーダーを決めていただきます。まずこの動画を最後まで見ている方はチャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。特にこの高評価が動画を作成する上での活力となっています。ぜひもよろしくお願いします。それでは本編最後までご覧ください。ピッチャー聖堂の沢村に、こちらの投票結果のように80票中 53.8% の投票率を獲得。2番目の本郷は80票中 46.3% の投票率を獲得と、ピッチャー沢村と本郷の2強となりました。続いてキャッチャーを見ていきます。キャッチャー駒大の炎上に、こちらの投票結果のように80票中 70% の投票率を獲得。ちなみに2番目は80票中 18.8% の投票率を獲得したイナイツのサドナとなっています。この世代のキャッチャーの中では選抜の方で優勝経験になることから、このように2番目のサドナと大差がついたのだと思います。続いてファーストを見ていきます。ファーストは薬師の三島に、こちらの投票結果のように80票中 75% の投票率を獲得。作中ではこの世代で三島しか守っていなく、この部門は2人しかエントリーしていなかったので三島が選ばれたのは当然かなと思います。続いてセカンドを見ていきます。セカンドは聖堂の春一に、こちらの投票結果のように80票中 96.3%、 2番目のイナリストの出崎と比べると圧倒的な投票率を獲得しています。春一は主人公の沢村並みに作中では登場し人気キャラであるため、ファーストで選出された三島同様、この部門で選ばれるのは妥当かなと思います。続いてサードを見ていきます。サードは薬師の大地に、こちらの投票結果のように80票中 91.3%、 先ほどの春一同様圧倒的な投票率を獲得しています。この世代もしくはダイヤのエースで登場してくるバッターの中では最強バッターであるため、この投票率はどうかなと思います。ちなみに2番目は聖堂の金丸となっています。続いてショートを見ていきます。ショートは聖堂の高津に、こちらの投票結果のように78票中 83.3% の投票率を獲得。この世代作中ではショートを守っているのは聖堂の高津しかいなく、守備には難ありますが高津となりました。ちなみに2番目はコンバート枠として R1 となっています。続いて外野を見ていきます。外野ではレフト、センター、ライトと各ポジションで投票を行いました。まずはレフトの投票結果から見ていきます。レフトは聖堂のフリアに、こちらの投票結果のように80票中 77.5% の投票率を獲得。ピッチャーでは選出されませんでしたが、フリアはこの世代の中で来シーに次ぐ上目にバッティングが良く、夏の予選や選抜ではホームランを打てることから、ピッチャーをしない時はベンチに置くのはもったいないのでレフトで選出されたと思います。続いてセンターを見ていきます。センターは聖堂の北条に、こちらの投票結果のように80票中 88.8% の投票率を獲得。この世代では1年秋からセンターを守っており、世代を代表する外野手であるため、この投票率は妥当かなと思います。ちなみに2番目は秋葉となっています。最後ライトを見ていきます。ライトは参考の佐々木に、こちらの投票結果でも分かるように80票中 35% の投票率を獲得。なお今まで紹介した部門とは違い、唯一均等に分かれた投票となりました。ちなみに2番目は秋葉、3番目は昨週で未だ学年は不明ではありますが、今回は沢村世代に割り当てた稲実の神宮寺となっています。ということでリスナーに選んでいただいたベスト9はこんな感じになりました。以上、今回はリスナーの投票で決めていただいた沢村世代のベスト9を発表しました。動画冒頭でも言いましたが、ここからが今回の動画のメインとなっています。先ほど紹介した9名からリスナーには沢村世代の最強オーダーを決めていただきます。投票方法の方は Google フォームとなっています。下の概要欄とコメント欄に URL 貼っておきますので、そこから投票ページに行ってもらって、リスナー側も沢村世代最強オーダーにチェックを入れて投票していただきたいなと思います。投票期間は投稿日から1週間後の23時59分まで、たくさんのご投票お待ちしております。この動画のコメント欄の方には、なぜそのオーダーにチェックしたのかの理由を言ってくださる方がいれば、コメントの方よろしくお願いします。最後にこの動画を見ておいて思った方は、チャンネル登録並びに高評価よろしくお願いします。ツイッターとインスタもやっていますので、フォローの方お待ちしております。